そんなマンネリ化した、はい、夜の営みにこれ、はい、これですよ。LC ハーバルローションホット。はい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 。これボディマッサージ用でもあるんですね、ローション。ああ、じゃああれですね。使ったことあるローション。いや、まだないんですね、僕。お風呂でこれ一晩で全部使って。ああ、あれですよね。はい、これ使いました。したね、一晩全部体にかけたった、これ。これちょっと早い。いや、ちょっとこれあれですね、じゃあ。いや、今日なんかすごいいろいろ教えてくれるな。そうです。ありがとうございます。いや、分かっております。はい、大丈夫です。はい、はい、こちら、ハーバルローションホットということで、自然な由来の、はい、ね、あったかくなるローションでございます。はい、LC ラブコスメティックオリジナル、ホットタイプの今までにない、はい、新感覚の自然ハーバルローションですと、はい、植物性、天然、保湿成分としてのアロエを最大限に活かしてみずみずしいラブローションに仕上げました。ほうほう。アロエ特有の保湿感が自然な感触で肌に潤いを与えてくれます。使い心地はとっても滑らかで、使い心地いいんだってちょっと使ってね。いいですね、うん、いつもは違う感覚に大胆に感じてしまうかも、素肌の水分に触れるとじんわり暖かくなるの。これそう、ホットはつけるとすごい暖かくなるということで、あと体のラインが気になる方にはマッサージローションとして使ってくださいっていう。そう、俺これお風呂でマッサージというか使ったんですよ、ジム行った後に。もうめっちゃネチャネチャになって、でもシャワーでさらっと落ちた。あ、本当ですか。へえ、ちょっとやってみたら暖かくなるよこれ。へえ。でトロトロ、スタッフさん、これおかしいですかね。高齢の二人でローションを塗り合ってくださいって。高齢じゃないっすからね、そういうの。別に、そういうことを別に高齢化しなくても。僕と K さんが出てる日は、塗り合いっこするという、あれですか時間が設けられてるっす。なんなんすかね、その、この前もやっていただいたので、っていうことで。じゃあちょっと。いや、そうですね。これ、なんなんすかね、これ。いやいやいや、はい、ありがとうございます。はい、ああ、あったかい。なんでハマないの。いや、この絵と思ってこれ何なんすか、この絵と。何なんすか、これマジで。手つきがじゃないっすよ。あ、でも、あったかい。確かに、僕としても思ってた、あれじゃないでしょ。いや、あれっすね、これ本当にさっきも書いてありましたけど、保湿、普通にね、保湿が。そう、あ、香り、そんなにないんや。いや、俺に塗った後自分に塗る。何のプレイヤーなんだよ、もうほんまに。でも、確かにボカボカしてきますね。じゃあ、リーチ君に、私めが。ありがとうございます。ありがとうございます。あれですけどね。こっちかな。はい。これ何なんだろう、これ。うわっす、やばい。これあったかい。そう、いわゆるその、なんですかね、粘りがあるとかじゃないくて、そう、なんか、なんなんだろう、なんか、なんなんだよ、これ、なんなんだよ、もう、これ、もう、もうね、あったかい、あったかい、BL 放送ちゃいますよ、もう、確かに、これね、スタッフさんの悪意しかないですからね、完全に。完全に悪意ですよ。でも本当保湿ある、すごい。これちょっと冬とか、これからの時期ってなんだろう、まあ温まりたいじゃないですけど、プラスなんかその保湿、あったかくなるからいいね、これ。いや、いいですね。ラブタイムにちょっとした刺激を取り入れることができそうでしょうかって。だからいいと思うよ。すっげーいいと思うんすね。まあ、こういうのを使って、冬登る人いたら、いやいや、なんでローション塗って登るんだ。めちゃくちゃ言うな、みんな、ほんと。でも、なんかその、夜の営みの、はい、その、セックスタイムとかの、はい、本当に、いつもマンネリしてるところに、こういうローションとかを使うっていうのはいいのかもしれないね。マッサージし合ったりとかね。はいはい。